ことぶき屋さんというかつお節屋さんだったんですが、そこで行かせてもらいます。このアコーディオンは重さが11キロもあるんですが、今日も頑張って最後まで立って弾きますので、最後まで応援よろしくお願いいたします。レトロ劇場ということで、なるべく懐かしい曲を集めて弾きたいと思います。では、thank you.
弾く曲は新曲で、ラピッドデジタルと、フィンランドの民謡でサッケルベンポルカという曲です。どこまで？この曲の最後まで。はい、わかりました。私はラピッドデジタルという曲は一つの鍵盤を四つずつデジタル信号のように弾くので、多分そういう題名がついたのかと思います。で、2曲弾く間にヤズヤの CM ソングを作っています。今日初公開なんでね、うまくいくかどうか分かりません。ではラピッドデジタル。